らないの、鶏の手羽元やからね。手羽元、あ、ごめん、ごめん、ごめん、カレー手羽元、うん、そう、手羽元やね。そう、うちらの手羽元巻きでね、玉ねぎ、玉ねぎね、めっちゃめー、ほんなら玉ねぎちょっとゴーグルだから、ゴーグル、君メガネしてるじゃん。メガネも貫通するん、お母さん、電用メガネくんやどうしたの。私、ちょっと待ってな。ねえねえ、パンフックだけ、パンフックいじるよ。じゃあ、シトラのこっちやっといたら見やすいで、はい、オッケー。玉ねぎの匂いがする。いくよ、やばい、玉ねぎ、もうやっていい。うわ、ちょっとツンとする。これどこに入れる、これ。ねえねえ、あ、ゴーグル、あ、ポイントはポイントは俺ら、あれじゃねえよ、薬係。あ、マヒ、これ持つ。え、ゴーグルあったよね、外にあったけど。外に、うん、外に出しっぱなしだった。前はラッキーもいたけど、ラッキーサンタさん、お肉焼きか。あ、パンツ、パンツ持っていく。ちょっと待って、このゴミです。ミスターカレー、ミスターカレー、まだ皮むいてる、まだ皮むいてる、ほら、はい、皮むいてる。生で食べる。なくなることはないけどね。なくなる、食べ過ぎたらなくなる。マジで生で食べる。多分ない。こんな感じで持ってきて。オリーブオイルで。ちょっと皮むきすぎたけどね。オッケーよ。オッケーよ。洗います。オッケー。切るのも行く？ちょっとこれ大丈夫？芯。芯。あ、芯あれと包丁で取ったのか。取ってくれいで。いや、オイルの、オイルの匂いがめちゃくちゃするわ。これ取れんだけど、オイル。あ、それいいよ、それ取れ、それは、ね、包丁で、入れちゃいますね。手羽元にはこれもう生で食ったりする。しいです、しいです。もうお肉並べてっていいよ。はい、お肉。あの、マジックソルトがついたやつを下にして、マジックソルト乗せてって。マジック、ローマ字で書いてる。マジックソルト、チェック。目はね、まだあるやつ。目どうやって取るか、ここよ、ここでパッ、ここをぶつかせて、あら、離れたとこ。おはい、あ、なんでもないよ、いいよ。ここでも取れるんやけど。てか、そこで取るんやで。ここでも取れるんやけど、ここでうちら刺して、ギュッ。あー、じゃがいの目ね。なんか取りにくいとこ、これやった方がいい。あ、皮もそれ使ってんの、じゃがいもの芽を取るところ。で、カンタまたさ、上のところがさ、マジックソルトついてないでつけて。で、焼き目がついたらひっくり返して。どれどれ？あ、オッケー。いやー、うまそう。これだけでも食いたいよ、もう。お肉ね。カレーに見たら、もっと今。ほんでね、骨はポポが食べるから。あ、確かに。うん、あるよ。できた、オッケー。きっぺの皮がじゃがいもになったわ今。じゃあこれ押す？あ、ありがとう、オッケー。やー、やー、パワー、パワー、パワークッキングでよくて。力で巻くから。力で全て。はい。はい、まな板。大丈夫？うん、うん、どっちでもいいよ。玉ねぎ、うん、いいよ、順番に切っていこう。玉ねぎが痛い。お母さん、こんくらいがいい？うん、いいよ、焼き色がついたら OK。 ちょっと待って、あと半分に切れる？うん、そしたらやべえ、軟骨だけ綺麗に取れた。うん、平らな方をして、またもう一回半分に切ります。そこ向きやな、そうそうそう。で、食べやすい大きさでいいよ。食べやすい、大きくていいで、ゆっくり切ってね。うん、慌てないでいいよ。お、男のクッキングですね。大きくていいよ。プロだったら噛んでくる。うん、あ、つばが入って、あ、おい、つばが入っても煮込めば大丈夫やね。芯が切ります。はい、切れたやつはボウルに入れて。オッケー、泣いてない、うん、泣いてない。え、僕涙出た。お、マヒは泣いてない。すごいな。あともう一回。はい、あともう一回。はい、こ
逆やったね。あ、オッケー、反対に縦に一回行きゃ十字架になるように。十字架今切ったところとバッテになるように。バッテになるように。爪痛い？痛い。よく。マッキーまだあと1個あるよな。オッケー頑張れ。結構やね。うん。まずいやん。あ、そうやんな。それでもいいね。うん。慌てんでいい。でも慌てんでいいでね。手切れたら危ないで。ゴールデンウィークのまだ序盤か？まだ。中盤。中盤だったな。切りにくくなったらね、一つ一つでいいでね、オッケー。うん。2個一緒に切らんでも、あとこうなる、こうなるよ。いいよ、別に外れてもいいよ、ね、少し生っぽいよこれ。あ、いいよ、一回火止めといて、お肉と一緒にもう一回炒めてほしいで、カンタ肉が焦げちゃうで、一回止めて。はい、止めて。 OK、 はい、ありがとう。で、コンゴ置いときゃいいで、そのフライパンの中で、うん、弱火でちょっと火止めとけば。あ、オースケもうそれぐらいで勘弁したって。もうちょっと出てきた。マッキー慌てんようにね。カンタカンタ、マッキーがまず人参切るから、それ終わってからね。人参じゃないよ。あ、人参じゃない、玉ねぎ、玉ねぎ、間違えた。あー、顔出た。ダメ、出てきた。ちょっと待って、俺もちょっと痛いんだけど。泣いとるやな、俺。泣いとる、イケメンやな、オッケー。嬉しなつき。イケメンになりたくなった。お、マヒ慣れてますね、やってる料理。うん、たまにね。すごいじゃん。泣いてるね。あ、落ちた、落ちたやつ。泣いてるね、目に目から出てきたやけど。外いて、お掃除して、お掃除。落ちたやつマヒポイでいいや、横に。うん、出てきた、出てきた。何が？どっかで見たね。ここに1個あるよ。大丈夫よ。大丈夫、頑張れ、頑張れ。あ、やばい。休憩、はい、休憩して。ないよ。休憩しとく、休憩。やばい。あ、触らん方がいいんじゃない、手で、目。スペースっていうか、スピード速いで。いいよ、合わせんでいいよ。今度うちで怪我してもらったら困るで。どうしよう。でかんだね、5時間50秒。本当にね、前は結構やっとったんやけど、最近はやってない。そうか。おうすけです。来た？おうすけちゃん。どう？ん？マヒーもね、さっき泣いとったよ。あ、泣けるの？マヒーの方が泣いてない。メガネがあるのとないのと違うかもしれない。結構違うよ。あれ、いやー、あれ、考えてます。微妙だよ。うん。どうやって切っていきましょうか。そうだね。捨てる部分が大きいな、カンタ。捨てる部分ギリギリになるようにして。で、今回はいいよ、危ないで。それ後で隅にあげよう。うわあ、隅にあげる。おい。じゃあこれ円状に切っていきますか。じゃあ、輪切りってやつね。こんなもんですかね。そうね、そっか。人参の特有の匂いがするよ、めっちゃ。うん、人参すめる。あれ、僕生の人参めちゃくちゃ嫌いなんですよ。そうね、カンタ、あとそっから一回縦に。あ、危ないな、それ。うん、あ、怖いな。一回半、うんとね、怖いな。気をつけて、ゆっくりでいいで。あ、上手上手上手。うろっ、オッケーか。うん、うん、そうやね。これもしも俺指とか持ってきたら放送事故やね。 , 笑い事じゃないっす。笑い事じゃないですね。お、引き切りやな、押し切りじゃなくて。カンタはオッケー。うん、でんくんがたくさん入っているのか。平らな方を下にするんだよ。あ、うん、あ、なるほど、なるほど。安定するから。こういう向きでこうやって切ってって。はい。1センチぐらいでいいや。具がゴロゴロっていう感じじゃなかったで、今日のみんなの切り方は。カンタ炒めるのもやる？もう。みんなは遊びに行っちゃったで。
何が大丈夫だよ。もうカレーは何でもできる、何だってできるで。よし、じゃあこれを炒めて。ヘラってあるかな、さっき使ってたけど。マジでいいよね。ある。じゃあ火つけて、じゃあ入れていきましょうか。あ、ちょうどいいぐらいの温度で。さあ、こぼさずに混ぜれるかな。いいね、外から中に。早くやらなくていいから、こぼさないようにやって。おかんはうるさいからね、いつも。ちょっとこぼしちゃったけど、うん、いい感じになってきたね。そうだね。じゃあ圧力鍋に移しますか。ここは私がやっていいですか。結構こぼす確率高そうです。はい、ありがとう。よし、入れます。よいしょ。みんなが切ったお野菜が、うわサンキュー。分かってたね、こぼれるね。これでもね、やってないで分からんけど、私がやった方が一番こぼれると思う。今日はいろいろやった。でも圧力鍋の楽しさ分かるかい。なんでパラチ。 OK。 じゃあこれで圧力鍋で煮込んでいきます。圧力鍋が終わって、これからコトコト煮ていくんですけど、このさっき出たココナッツのカスの油の多いところをちょっと隠し味に入れて一緒に煮込んでいきたいと思います。バターみたいな味がしたんで、結構クリーミーでマイルドになると思います。楽しみ。こんな感じです。美味しそう。うん、本当に油みたい。うん、ココナッツのすごいいい匂いがする。グリーンカレーみたいな。うちはバーモントカレーを入れますけどね、ここに。で、我が家はこの煮込んだ骨をポポにあげているので、さらにここでもうちょっと骨も柔らかくなるように煮込んでいきます。じゃあ煮込んでる間にタイマーつけて、私はポポの散歩に行ってきます。結構あの、まあ、あれから圧力鍋で調理して、で今回はバーモントカレー、はい、これを使っていきたいと思います。あ、火止めて一回、ごめんなさい。これどんな匂いする？カレー。あ、やっぱなんかね、なんかホワイトシチューの匂いです今のところは。ホワイトシチュー。さっきココナッツ入れてみたいけど、うん、そう言われてみればどう？そうなんだ。ココナッツ、あ、そういや隠し味に入れるとかなんとか言って、うん、ではココナッツを入れたカレーの味見をしてみましょう。どう？あ、うまい、うまい。ココナッツの、か、あのさっきのカツのつぶつぶなんですけど、なんかつぶつぶっぽいものがあるから、あれ、いいかな。お味はどうなん？お味はね、めっちゃうまい。ちょうどいい、もう。ちょうどいい、めちゃくちゃ。オッケーオッケー、じゃあみんなに食べてもらいましょうか。ちょうどいい、完成です。みんなの作ったカレーができました。イエーイ。あ、ただよし、やんならみんないただきますして食べようか。はい、やったはい、食べて。オッケーなんや、逆にオッケーなんや。うまい。待って、本当だ。うまっ。さっきだけ急いと思ったら、うん、さっきの玉ねぎがうまくなくてめっちゃうまい。僕の玉ねぎも入ってる。俺のじゃがいも美味しくなってるから、うん、じゃがいもめっちゃうまい。マジ？うやこれこれ、うまっ。やばっ。たまらねえぞこれは。みんな、みんな隠し味気づいとる？うん、気づいてるよ。気づいとった。なんかシャキシャキでね、なんかね、ココナッツの味がしたよ。うん、ココナッツのが入ってるんですよ、隠し味で。そうね。マジ邪魔。ココナッツ、ココナッツなんかチーズっぽくなってる。ほんと？あのさ、バターっぽいって言っとったココナッツを入れたらかもしれん。なんかチーズっぽい。コウスケ、ルー足りる？足りるよ。おかわりみんなまだあ る, あるでね。マジでうめえな。カメの食べ物。あ、でもみんなまだ夜もおやつを食べたりパーティーが待ってるんですもんね。そうやろ、チームパーティー。同じ曲楽しめます。おならしに行ったわ。 おならするためにおならのボーナスにすんなよ。汚ねえかあんた、やめてくれ。はい、ごちそうさま。あ
このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。